槍ヶ岳清涼をロッククライミング中にリードで登っていた遭難者の掴んだ岩が剥がれ、左手の指を挟み負傷した。右手でしっかりと岩をホールドしていたため滑落はしなかったものの、左手の指を負傷したため下山困難。下部で確保していた同行者付近にも岩が落ち、異常を認知し同行者が110番通報して救助要請した。クライミングジムや整備された岩場との大きな違いの一つは、不安定な岩が点在し常に落石や崩落のリスクがあることです。え、こんな岩が、というような大きな岩が動いたりします。山岳地帯でのクライミングには、単純なクライミングの身体能力のほかに、ロープワーク、支点構築技術、山岳地帯での行動経験など総合的なスキルが必要です。経験者と一緒に入山する、山岳ガイドを依頼するなど、安全を優先した行動をお願いします。